カラベルサイゴンホテルは、ベトナムホーチミン市に位置するホテル。近年の報道では、イタリアの大理石、防弾ガラス、最新鋭の空調システムと、ベルリエ社製の自家発電機を有すると伝えられている。1957年に完成した10階建ての、本館は、ハノイの高等市販美術学校を卒業した、ベトナムの建築家、グエン・バンホアに手によるもの。 現在は1997年に完成した24階建て新館に中枢機能のほとんどを収めている。有名なサイゴンサイゴンバーは開業以来ほとんど姿を変えていない。現在、カラベルサイゴンホテルは国営企業のサイゴンツーリストが所有している。フランス植民地時代にグランカフェデラテラスとして営業していた一角を1954年に アントニン・エメリーとマリウス・マレインが買収、カトリック教会やエール・フランスの出資を仰いで、ホテルの建物を新築し1959年のクリスマスイブに営業を開始した。エール・フランスは、現在もホテルに営業拠点が入居している。1960年代には、オーストラリアやニュージーランドの大使館、NBC、ABC、 CBS 各局のサイゴン支局が置かれ、内外の情報の飛び交う、中心地として有名だった。1960年4月26日には、ファン各数やチャンバンフォンなどが、ゴディン・ディエム政権に対する批判声明をカラベルホテルで発表し、その声明に署名した人種をカラベルグループと呼ぶこともある。またダニエル・スティールの小説、最後の特配にや、 モーリー・セイファーの回想録、フラッシュバックなど、フィクションやノンフィクション作品の舞台にもなっている。ベトナム戦争時にはしばしば攻撃の目標とされたりも、した。1964年8月25日の朝11時30分頃には514号室で爆弾が爆発し、旧部屋が損壊、壊れたガラスの破片が飛散して駐車していた車にや、 通行人が巻き込まれた者の,の死者は出なかった。爆発が起こったキサハシには外国人ジャーナリストでほとんど満室だったが全員取材で外出中だった。1975年の西後陥落後にはホテルは政府により接種運営されドクラップホテルと改名。1998年に再びカラビルホテルに改名された。ありがとうございます。